ああ、マスター。はい、ただいま帰還いたしました。今回の孤獣探しも、随分難航しました。それというのも、新しく発見した美術館で、世界帝軍と鉢合わせてしまったのです。もちろん戦闘になりましたが、孤獣はなんとか持ち帰ることができました。世界帝軍、奴らは奇獣士と孤獣の関係を知っているのでしょうか。ともかく世界帝軍も孤獣に注目しているようです。奴らに奪われる前に何としても孤獣を集めなければ。ええ、これはその戦闘で負った怪我ですよ。治療ですか。でしたら私より陛下をお願いします。陛下は今疲れ果てて寝ておりますので、今のうちに治療していただきたいのです。陛下と来たら未だにご自分のことを人間だと勘違いしておりますからね。意識がないうちに治療していただいた方が何かと面倒がないでしょう。お願いできませんか。ありがとうございます。治療もそうですが、陛下のあれにいつも付き合ってくださって陛下は驚かれるでしょうね。目覚めたら傷が跡形もなく消えているのですから。え、私が笑うのはそんなに珍しいことですか。確かに人前で笑うなんて久しぶりです。マスターの前だからでしょうね。つい気が抜けてしまいました。ああ。マスター、その、先ほどはお見苦しいものを失礼いたしました。まさかシャワー室で鉢合わせるとは。想定外でしたので少々取り乱しまして。体の傷ですか。見た目ほど痛むものではありませんよ。ご心配いただいている腹の傷は先の作戦でニコラとノエルをかばった時のものです。いつも私にいたずらを仕掛けてくる困った双子ですし、普段は憎らしいところもありますが、彼らと陛下が笑顔でじゃれ合っているのを見ると、まあ助けてよかったと思わなくもありません。陛下はニコラとノエルをとても可愛がっていますから。マスターが私を治療したいと思う気持ちと通じるところがあるのかもしれませんね。ああ、そうです。先日は陛下を治療くださりありがとうございました。陛下は体が軽い、天にも昇る心地よさだと騒いでおりましたよ。あのバカみたいな喜びようを見ると、マスターの治療とはどれほど心地の良いものなのかと。さて、孤獣収集の成功を祝って祝賀会が開かれると聞いております。マスターも急がれては。あの、マスター、いつかレジスタンスが世界帝に勝利したら軍人としての私は必要なくなります。その時が来たら最後にマスターの治療を受けるのもいいかもしれません。今はそう思っていますよ。いえ、お酒は遠慮しておきます。 あちらのテーブルにあるのはもしやハンバーグでは。おや、マスターではありませんか。
賑やかな祝賀会ですね。このように盛大な会を開いていただけるとはありがたいことです。普段は交流のないメンバーとも会話ができて良い機会でした。レジスタンスの皆の喜びようを見ると補充を持ち帰れて本当に良かったと思いますよ。私自身祝賀会に値するような功績を残せて嬉しく思っております。陛下の見るに耐えない浮かれようは少々気に障りますが、ああですが最近ふと思うことがありました。もしもこの基地に陛下がいなかったなら、私がこれほどまで熱意を持って作戦に挑むことはなかったかもしれません。なんて少し褒めすぎましたかね。今の言葉はどうぞ忘れてください。私はこれからもより積極的に作戦に参加したいと思っておりますので、最近マスターの治療を拒むのが少々心苦しくなってきたのです。ですからもう怪我をしないようもっと高貴になり強くなりたい。これまで以上に熱意を持って全力を尽くします。マスター、あなたに完全なる勝利を捧げるため。とはいえ補充集めも一段落しましたし、しばらくは基地での鍛錬でしょうね。ようやく私も一息つくことができそうです。マスター、いいところにいらっしゃいました。ニコラとノエルを見ませんでしたか。先日の祝賀会であの二人がやらかしてくれましてね。私の笑顔を見ると幸運に恵まれるなどと皆に言いふらしたらしいのです。今朝から妙に来客が多くておかしいとは思っていました。いつもは話しかけてこないような奇獣士から渾身のくだらないジョークを聞かされたり、レジスタンスの男たちが私の前で唐突にコントを始めたり、最初は彼らの気まぐれだろうと思っていたのですが、あまりにも繰り返されるのでさすがにおかしいと思いまして、彼らの一人に理由を聞き出したところ、ニコラとノエルのいたずらが原因だと判明したというわけです。まったくあのクソガキども。失礼、あの双子には一度きつい仕置きを食らわせてやらねばなりません。ああ、補充探索がようやく終わったと思ったら息をつく暇もありませんよ。陛下もシャンパンを買いに行けなどと言い出して、はあ、この品不足のご時世に何を考えているのやら。おや、ああ、また誰かに呼ばれていますね。さて、私はもう行きますが、マスター、いいですか？私の笑った顔を見たことがあるなんて、誰にも口外してはいけませんよ。あなたまで妙な騒ぎに巻き込まれてしまったら、申し訳が立ちませんので。マスター、何か？ああ、指のこれですか。木箱のささくれに引っ掛けてしまいまして、大した傷ではありませんよ。ですから治療は、いえ、そうですね。戦闘外での傷は軍人として誇れるようなものでもありませんし、お願いしましょうか。ただし、二人きりでお願いします。治療のことはどうぞ内密に。別に治療を誰かに見られるのが嫌なわけではありませんよ。ただそうですね、
マスターを独り占めしたなどと陛下に知られたら彼の心を乱してしまいますから。ああ失礼。陛下が取り乱す姿を想像しましたら、あまりに無様で、つい。それにマスターの前ではもう隠さず笑っても構わないかという気になりましたので。ではマスター、よろしくお願いします。ああこれは、なるほど。マスターの治療は心まで温かくなるようです。ありがとうございますマスター。このように素晴らしい心地がするものだったとは。これではまたあなたに触れられたくなってしまいます。今の私の言葉もどうぞマスターの胸の内に留めておいてください。これも私とマスターだけの秘密ということで。よろしくお願いしますよ。